さて、今日のお題は聞くまでもなく、なんか置いてありますね。仮面ライダーバイソン、ね、僕のやっていた仮面ライダーなんですが、僕だけに限らずね、広く仮面ライダーっていうお題なんですけど、正直ですね、僕は詳しくないです。と言いますのも、愛情がないのと詳しくないのは別ですからね。愛情はあるんですよ。ただね、本当に僕は自分が18の時に仮面ライダーをやらせていただくまで、仮面ライダーはおろか特撮というものに縁のない人生を送っていまして、例えば東映作品に限らず、円谷さんの代表作であったり、まあもっと言えばそのゴジラであったりとか、ね、そういったものも一切こう触手を示さなかった子供だったんですね。だから本当に人生というのはこう不思議なもんでね、すごく憧れてそこを目指すっていう形もそれもあるとは思うし、それで掴む成功もあるとは思うんですけど、なんかわからないんですけど、こうエアポケットのようにね、使命をポンとこう与えられて、そこに自分が立ってやらさせていただくっていうね、不思議な多いんですね。で、仮面ライダーの話をしようにも頭で申しましたので、僕は詳しくないので、今日はですね、スペシャリストの方がゲストに来てくださるということなので、今日も実はこのグッズも僕のではないんですよ。その方の私物をお持ちいただいてるん で早速お呼びいたしましょう。お笑い芸人さんなかさんでいらっしゃいます。はい、どうもこんにちは。あ、特撮芸人やらせてもらってますさんなかです。よろしくお願いしま す。ちょっと、いや、本当に緊張します。十分でなんか熱が伝わりました。今緊張しちゃす。何をしゃべっ、いや、なんか普段だと、はい、仮面ライダーの話してくださいって言われると、うん、もうスラスラ出てくるんですけど、はいはい、今日はちょっと緊張してます。あ、じゃあちょっと僕もね、仮面をつけてきますから。本物の半田さん、これ実際本当に僕の私物です。はい、マスクドライダーです。いやー、ありがとうございます。この度はもう、いや、さんなかさんは年齢はおいくつですか？僕今年で31になります。あ、じゃあ僕よりも5つぐらい下って。本田さんは今36、7、もう自分年分かってない37です。はい、僕ちょうど仮面ライダーファイズは中学校1年生の時にずっと見てました。中1の時にリアルタイムでご覧になったんですか？はい。周りにあんまそういう人いなくなっていいですか？まあ確かに友達で見てるって人はちょっと少なかったんですけど。そうですよね、やっぱね、小学生とかね、幼稚園とかみんな見てるでしょうけど、はい、中学になると仮面ライダーより大事なものを結構みんな興味示したり僕はちょっとその大事なものが仮面ライダーです。ああ、そうだったんですね。もう特撮が大好きで、でも仮面ライダーはフーガからもう欠かさず毎週もう録画してみてっていう感じで。フーガっていうと平成ライダーの1代目ですよね。その時小学校4年生だったんですけど、その時はまだ友達も全員見てて、はいはいはい、ファイズもギリギリ見てる人多かったですね。まあ平成ライダーって確かに、なんでしょう、ちょっとそのターゲットがね、はい、昭和に比べるとちょっと大人向けかなっていう。特にファイズってそれが極まったところだと思うんですよ、うん、はいはいはい、大人が見れる特撮作品の最高峰だと思うんですよね。確かにね、当時も僕はその演じてて本をもらうじゃないですか、はい、僕ですら18なんですけど、18の自分が読んでもこれはちょっと難しいんじゃないかとやっぱり半田さんもそれは演じてて思ってたんですか？思いましたし、もっと言えば今だからもう30代になってね、もう完全な大人じゃないですか、うん、大人になってそのファイズの作品をこう振り返ってみた時に、当時気づかなかった、例えばね、作家脚本家の井上先生の本当の意図というのがね、この年になって分かったりとか、だから僕自身もあの時はセリフ言って演じてはいたんですけれども、精一杯やってましたよ、精一杯やってたんだけども、今だったらちょっと違う解釈でやれるのかなと。あれってデビューしてすぐですよね。すぐですね、もう1年経たないうちぐらいに。いや、でも嬉しかったですよ。もうその仮面ライダーが新聞のもう一覧に載ったんですね、半田さん主演の時に超イケメン仮面ライダーっていうので。そうなんですか。朝の情報番組で取り上げられた新聞の一面にもう半田さんの顔がもうドーンって出てきて、だからもうやっぱすごい嬉しかったんですよ。仮面ライダーがこんなにも世間の人に愛されてるんだっていう、それはやっぱ半田さんのかっこよさと魅力だったと思うんですよ。いや、まあ僕もね、その4代目だったんで、その頃はね、そんなにこう今令和になってもずっとこう続いてるわけじゃないですか、はい、そういうロングランのシリーズになるっていうことはね、想像していなかったですし、僕自身も実は、ね、白倉慎一郎プロデューサーから始まる前にこの作品で、つまりファイズで平成ライダーは1回終わる可能性もあるから、
そういう話もあったんですよ。ファイズで。で、最後になるかもしれないから、一つよろしく的なね。ところがですね、多分、なぜその、じゃあブレイドに続いていったかというと、やはりこう、ご好評いただいてね、皆さんのこう、協力があって、これをここで終わらすのはもったいないだろうということで、多分ずっと続いていったんだと思うんですけど。そういう話ありましたよ、最初は。やっぱりじゃ今の平成ライダー、うん、令和ライダーって続いているのは、ファイズがあったからなんですね、やっぱり。まあ、ファイズがというか、まあ、もっと言えばね、僕よりも3代先輩がいらっしゃるわけですから、この方々の土台の上にファイズもあるので、決してその僕がという意識ではおりませんけど。でも、やっぱり僕の周りで、ファイズが好きっていう人多いですね、ダントツで。例えばね、ベルトだけの人気ランキング、その作品だけじゃなくて、その魅力的なベルトっていうランキングでは、先日某サイトで人気投票1位だった。おお、さすが。そう。だからめちゃくちゃ売れましたよね、あの当時も。なんかミリオンセラーだと聞いたことあるんですよ。ミリオン行ったんですか？ 100万。僕はこれがレコードだったら、ミリオン歌手ですから。いや、でもすごいですね。ミリオンベルトが売れるって、今もうないですよ。今後もうその記録超えることってもうないんじゃないですか。ただね、実感がなくてね、これ不思議なもんで。おもちゃとしてのプレイバリューもすごい高かったんですよね。だって携帯電話で返信するって、はい、まだあの当時って折りたたみ式携帯がまだそこまで普及する、ね、うん、ましてやね、若年層にはまだ全然ね、普及してなかったんですからね、はい、やっぱ子供としたら、僕そういう中学1年生だけど、もっと多分ベルト買う子供からしてみれば、あの折りたたみ式携帯電話って憧れだったと思うんですよ。ああ、そういうとこもあるのね。それがおもちゃとして、それが変身アイテムになってって、仮面ライダーってすごいなって、その新しいものをこう積極的に取り入れていくっていうのが、他の武器とかも全部そうだったな。家電をモチーフにしていた感じのデジカメが、はい、あ、そうですね、こうパンチするのになったりとか、ライトとかね、バイクのこう持ち手が剣になってみたいな、はいはい、これですね、はい、すごいファイズエッジになってとかね。なんかね、多分僕以外もそうなんですよ。演じてる役者さん共通してる意識だと思うんですけど、あの少々夢のない話をあえてしてしまうと今言ったね、例えば変身ツール、携帯電話であったりデジカメのパンチのやつだったりっていうのは、変身後のアイテムであるんですよ、はいはい、ね、こうセイバーだったりっていうのは、高岩誠二さんの世界なんです。僕はあのそこでチェンジをしますでしょ。だから僕は乾巧みではあるけども、そのファイズ隊になった時っていうのは、もちろんストーリー上は僕なんですよ。だけど高岩さんの現場っていう、高岩さんのものだっていう意識がある。でも高岩さんってライダーのやつさんが特にこう話し合ってこうキャラ決めていくっていうじゃないですか、でもその当時からやっぱそうだったんですか。あのね、もう結構そのもう撮影入ったらというか、もう顔合わせをしたらもうすぐ始まるんですよ。あ、なのでミーティングをする時間なんて正直全くなくてですね、まあ、高岩さんもおそらくですけども、 1,2 話の台本をお読みになって、この乾巧っていう人物っていうのは想像されてですね、その上で演じ方を決められたんじゃないかなと思います。大体僕自身がまだブレてますからね。乾巧をどうやろうかっていうのを、それこそ現場で作っていこうっていう時期ですから、その僕をが参考になるわけもないんですよ、高岩さんにしてみればね。だから高岩さんは高岩さんで、僕自身の解釈のファイズっていうのを作られたと思うし、僕も僕で作っていった。ただやっぱりそこはこう長年の勘なのか、全く違和感のないというか、むしろその変身後の高岩さん像に僕も影響を受けた部分っていうのがありますし、例えばこの有名なね、手首を振るスナップっていうのは完全にオリジナルですから、高岩さん。あれはじゃあ高岩さん発信だったんです。なんかリンク感がすごいんですよね。夢のない話になっちゃうんですけど、乾巧が変身したら多分こういう戦い方をするんだろうなっていうのを、もう完全再現は、まあ違和感がないんですよ、ね。でもね、今ね、その夢のない話って言いましたけど、僕はね逆だと思う。僕がそのまんまファイズをやった方が夢のない結果になりますよ。僕動けないです。高岩さんのようにかっこよくね、でしょ、みんなそう、まあ、そうですよね。高岩さんであったりね、まあ、カイザーだって伊藤さんですよね、もっと先輩で言えば岡本二郎さんであったり、いろんなこうすごい方がいらっしゃるわけですよね。そういう方々がその俳優を背負ってね、本人以上にかっこよくやってくださるから、見てる方は安心してストーリーに没頭できるんであって、それこそ初代藤岡弘、先輩はご自身でなさってた、あれは超稀なケースですよね。そうですね、そのせいで怪我までして。そうですよ。だからそっちの方がいいのか、どっちがいいのかって考えた時に、僕はむしろですね、持ち屋じゃないですけども、その筋のプロフェッショナルの方に入ってもらって、チェンジしてやっていただく方がよほど夢のある世界だと僕は思います。
やっぱそうですよね。